策がある。なんだ。俺の小銭には小銭がたくさんあったが、昨日ドンキホーテに行ったせいでジャストボックスのせいでいい感じに小銭を払えてしまった。あれは便利だ。ああ、だからこの必要な10円玉は2枚しかなかった。何を言ってんの。だから行けない。何を言ってるんだ。どうするんだ。銅は酸化すると青くなる。この銅の10円玉をなんとか錆びさして、そして T シャツに擦り込む。これだ。おい、笑われてるぞ。10円がかわいそうだ。それじゃ拷問だ。ただ臭い10円が出来上がっただけだ。でもこいつにもし感情があったなら青ざめてくれるぞ。なるほどな、そいつは間違いない。完璧な紫だ。どう臭口でしょ。でしょ。俺さっきの撮影の時ずっと我慢してたけどマジで臭かった。やっぱり臭い。口臭いチャレンジしてる。口臭いチャレンジだ。口臭いチャレンジだ。めっちゃ深い。いや、よくて、良い良い苦しくないんで。苦しくない。嫌だ。嫌だ。臭くない方が良いです。うわぁ。学べよ、そろそろ。なそれ、聞いてたわ。いや、ダメだわ。ガリガリ行き過ぎずろくじゃねえよ。めっちゃフフしてみない。ダメか。確かに食べないから。うん。こっちずっと混ぜる。うわ、くせぇ。こんにゃきた。おい、マジで迷うな。本当に、あと1時間ぐらい待ってもらって。ダメダメダメ。ドンキ。どうの買ったの、本当に。ドンキ。違う。ドンキ、くさ、お前。ドンキ、この前納得臭かったからね。ああ。こっち向きかけるときは、ドンキの D が臭い。ドンキ、ドンキ。作ったな、何で俺1週間ハミガフあったかな。おいドンキ行ったら何すんじゃん。うん、2個だから。何と言ったんだ。2個だから。2個ハミガフもう1個か。聞くぞ。もうやだ、こんな人だって。今だよ、今しまえ、やれ、ほんとにやだ。お前塩いで鼻流れるとね、終わるんだよ、人事が。やられた。今までやってほしいな。じゃんけんで負けたけど鼻流れるよ。やだよ、なんで。最初はグーじゃんけんぽい。よし。やだ、絶対やだ、絶対やだ。いくよ。最初はグーじゃんけんぽい。こっちね。うぅぅぅぅ、鼻息しちゃうと。うぅぅぅ、ドベの鼻なんで、鼻なめの系が。ああ、そうでした。うわ、え、待って、あのめっちゃボソって言ったやつ本当に罰ゲームになるの。これ最下位、鼻なめますからね。マジか。そうですから。やばい。待って、本当に呼ばれちゃうかもしれない。ダジャレの神だから。本当に呼ばれちゃうかもしれないんだけど。お願いします。ちょっと待って、本当に怖い。待って待って待って。いや、お前はなんで。あ、今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 、やばい。みんなもやんなよ。怖い。なんだよ、なんだよ、なんだよ。じゃあ、行きます。はい、怖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 い、本当に怖いから。舐められてから鼻で匂いかくのが大事ですよ。うわ、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 これ助けの方がいい。息できる。これ今ね。罰ゲーム完成だよ。やめろ。変なこと言ってないかね。それだけは心配です。そうだね。だからこの5秒の間にあいつ寝てるからね。見て見てよね。起こした方がいい。寝て寝て。実は最後の一言。俺キスした方がいい。鼻舐めようよ、鼻。鼻舐めてたから今。すごいよ。すごい。思い出して。え、酔っ払ってんの。マジで聞かないんだけど。無敵の男がいる。鼻で匂い嗅いで。柔らかすぎて、マウスパッドみたい。マウスパッドみたい。無敵。
おい、くっさ。いや、本当に何それ。なんで磨いてないって。いやいや、それがダメなんだ。それは言ってんねん。じゃあちょうどいく。忘れてきて、まとめていく。どうぞ。口くそ。待って、本当に臭い。やめろ。本当に臭い。笑え、笑え。口くそにくだり使わないで。で、NG なんて。なんかつあれ、芝湯の口だっけ。これでめっちゃ強かったの。なんかあったよね。あー風習は。そうだ、それだ。ポータブル扇風機でやると食らわせれるっていう。これやってみていく。これで俺目つぶってるから。あ、臭い。えやったやった。そうだった。すげえ、すごい。下水管旅してるの。ん、食吸引の系。食直吸引の系。直吸引の系。この字はどうやら夢丸さん。これ僕です。はい。装置持ってきますよ。意味が分かんない。直吸引の。大丈夫大丈夫大丈夫。え？あ、なんか持ってきました。こちらです。おお。うわ。え？何これ？まあ、哲也さんこっち側つけてもらって。マスクですか？まあ、いろんなものにこれは使ってもらえたらいいなっていう装置なんですけど。はあ。しばやさんやりますかね。きた。食べてる。ゲロスゲロス。毒ガス食べてる。どういうこと。反撃だ。食いてきやがった。あ、そうか。では行きます。哲也さん、罰ゲーム。ダメじゃ。ダメなの。ひばゆの食堂の中みたいな。それじゃ、緑から見ていこうか。はい、はい、今の曲は、はい、スーツ。スーツに関して歌っている。はあ。冠婚葬祭パイセンぐらいしか俺分かんなかった。あとペイペイ。うん、まあそうだね。こんな短時間でマイクこんな臭くなる。しかもスワンマイクやん、それ。それで近づけてるの。しかし皆さんの記憶の中にはもうしっかり定着しているので、まあこれがね、どれだけの美容が関係ないというふうに押さえているわけですよ。はい、当たり前。ノーツリー。それやってる間にスパイス全種類覚えられるようになってね。確かに命になるかもしれません。なあ、臭すぎるかもしれない。何した何した何した。え、今日ドッキリ。なに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 。これやめ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 。なに、こう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 。なに、うぅー、なに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 。怖い怖い怖い。やばい、破壊された。まずい。何が起きたの。やばいやばいやばい。先になんか、なんいくつか食べて、うまい虫ランキング6個あるんで、トップ5を決めて、みんなに参考にしてもらいたいなっていう。じゃあ、関草。嘘でしょ。関草でしょ。関草出た。これからここに臭い。すごい。何もう。いやなんでその今の席からチョコが出てずに考えてくんの。はい、おーい、タンクイジさん。タンクイジさん。豪快タンクイジジイ。タンクイジジイだ、タンクイジジイだ。うん、ツボが臭い。ツボ入らんね、臭いから。ツボ臭じじいだ。タンクイジジイだ。ツボ臭じじいだ。タンツボコンビだ。臭いかな。え、塩酸かけるでしょ。臭いてな。通り道も臭い。ここも。ありがとうございます。ありがとうございました。違う違う違う。で、まあ食っていくんですけど、一応今の口臭を測ってもらえないといけないんで、それ全員チェックしてもらいます。じゃあ、まずしば言うから。まるで匂いがしなかったら0臭い。で、臭ってなったら30臭いくらいか。出し方がもう70臭いくらい。マジか。いや、僕が想定してたとこで言ったら70臭いなんで。ああ、70です。ああ、ここからは行かないみたいな。ああ、そう。明日も70かもしれない。イカの方がマシっていう。あっ、そう、何言ってんすか。イカだろうが何だろうが、芝湯は口がくせえ。芝湯じゃん。深い具合で言うと、ニンニク、納豆、イカ、芝湯。まあ、じゃああれですか、せっかくなんでベロ舐めもつけていい。やだ、本当やだ、それは。本当やだって。必要ですよ。あれ、おかしいやろ。嫌なのかよ。あの鼻舐めでお送りします。やめて、無理、本当に本当にやって、ごめんごめん、無理無理、本当にやだ、本当にやだ。アフロにかけて、アフロにかけてやだ。
いや、わかんないんだよ、これ。やばい、わかりたくもないけど。てぃちゃんさん、お別れの挨拶を。チクチク僕たちにね、試練を与えてください。そろそろじゃあまた来週。くさくさくさ